曜ロースポ斜め読み、略してキースポ。こんにちは、金曜トースポ斜め読み、略してキースポ始まります。この番組は金曜日発行のトースポ紙面の中からレースの参考になりそうだけど見落としちゃいそうな記事をピックアップする番組です。ぜひ馬券購入の参考にしてみてください。司会は東京女子プロレスの角田奈央です。よろしくお願いします。そして解説はトースポの山口さんです。こんにちは、ありがとうございます紹介、はい、激しい紹介です、はい、角田さん今週も、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。最近ね、この番組も、はい、少しずつ進化してね、えちょっとね、土曜の注目レースっていうのを紹介してるんです、はいはいはい、先週ね、ちょっと青葉賞で、はい、私、やったんですけど、やったんですけど、まあ普通はこれだよねって硬いの出した。ああ、硬、まあ、いの言ったんですね。まあまあ、まずはね、はい、それがまあ、本当に言われたいのですよ、言われたい。11着にまで11着。あ、硬いのが11着。あ、まあまあ、あらならこっちですよっていうのはね、はい、紹介するようにしたんですけど、そのまま9着まあ正解ですよ、ね、え、どういうことですか、正解。穴馬にあげた方が来たんだから、上に11着の9着ってことですか。まあ正解によって近づいたということで、今週もついに開き直り始めまして、 もうみんなあの、ね、そのうち本当に山口記者が当てたやつじゃ、あの言ったやつじゃないのを買えみたいになってくるから、逆を行けば当たるみたいになってくるんでね、 はい、そうなる前にちょっとここでもう一回、はい、2回目でちょっと行きたいと思うんで、はい、プリンシパルステークス、おお、はい、まあ、私が言っちゃいましたね、ね、言っちゃったんですけど、ね、山口さんが注目したレース、はい、東京11レース、はい、プリンシパルステークスということで、はいはい、早速、はい、解説をお願いします。はい、はい、プリンシパルステークス、はい、ダービートライアルです。ダービートライアル、ダービーに向けて、はあ、権利一着勝った馬だけがダービーに優先出走権。へえ、なるほど。そう、結構まあ大事なレースですね。はい、馬主さんとか関係者にとってはもう勝てばダービーで、おー、へえ、まあ夢の舞台に行けるかどうか、プリンシパル。そうなんです。ほう、まあとは言ってもね、やっぱりもう皐月賞を使った組とか、はい、まあ、直行で来る組とか、うんうん、ね、強い馬はちょっと、まあね、こういう前哨戦は最近は使わない傾向にもあるし、はい、まあ、実際ここ一勝馬が大半のメンバー1個しか勝ってない、うん、あ、なるほど。2勝してる馬が6頭ぐらいしかいなくて、あ、ほうほうほう、そのレベル的にもどうなのかなというところはあるので、まあ、ダービーにつながるというのはこの一つのレースとして予想していきたいので、はい、まあ順当にね当てたいなと思うんだったら、ほうほう、これですね、ほう、セレシオ、セレシオ、まあ14番セレシオ、はい、まあ、ずっとねデビュー参戦 2000m 以上の距離を使ってきて、スタミナは十分ありますし、はいはいはい、まあ、でも遅い流れでもきっちりよリズムよく運んで、はい、試合もしっかり安く使えるんで、うん、東京の2000メートルっていうのは本当にぴったりの条件だろうし、はい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 、ちょっとまた子供っぽいんですよね、このまま、ふわ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 してまだ自由な感じなんですね。そう、若い、なるほど、大人になってもそういう人も人間もいるんですけど、はあはあ、うん、このまままだ若いんでね、まあ、みんな3歳なんで若い馬が多いんで、はい、まだまだこうちょっと精神的にふわふわしたところもあるので、うん、今回ブリンカー装着する、おお、なるほど、これが効果ありそうなんで、それだいぶ集中力が増して、はい、またね、息っぷりなんかも良くなれば、うんうん、パフォーマンスを上げてきそうなんで、はい、まあ、この馬中心に組み立てて、中心に、なるほどね、まあ、え、これ、うん、え、これでもつきます、いや、まあ当てたいならというあ、まあね、まあ、当てに行くなら、なんかその取り紙だろうとなんだろうと、まずは当てるならばこれと、そうですね、まあ、あの、ね、8番のセイウムハーズとか、はい、グランディーシー、6番のグランディア、すごい結構いい馬なんですよ、ね、はい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 、まあ、前走ちょっと折り合い変えて負けちゃったんで、うん、まあ、普通にリズムよく走ればこの馬なんか普通に走ると思うので、うん、まあ、普通に買うならこれ、まあ、人気なところをね、硬そうですね。でもまあ競馬やる以上はね、はい、お金も儲けたいなという気もするだろうから、お、儲けに行くならパターンがあるんですか。そう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 、お、はい、まあ、いろんな人の要望に応えるような、はい、要望に応えるような本命党と穴党ということで、あ、こっちはじゃあ穴バージョン、穴
花バージョンか、はい、はいはい、三連複、はい、三連複二等軸を、ね、はい、まあ、11番ダブルフューチャーというのかな、おお、ほう、まあ人気ないでしょうね、おそらくね、そうですね、まあ、ずっとこの馬柱見て分かるよ、うん、ずっとダート走ってきたからね、うん、でもですよ、でもえ、これ芝デビューってことですよ、芝で一回走ってるんですよ、この前、あ、この前にそう、走ってるんだね、はあ、その時3着あしてるんですよ、あ、でもそれでずっとその後ダート走るとかあるんですね、まあすぐね、まあ、おそらくすごい瞬発力勝負にその時になったんですけど、はあ、そういうのはあまり分が良くないなと思ってたのダート1、2、1、なるほど、なんですけど、はい、その3着した時に、うん、2着の馬っていうのは、はい、スターズ・オーアース、おお、豪華賞馬なんですよ、すごい、そうなんですね、で、勝った馬もルージュ・ステリアって言って、今2級ラリーだったんですけど、はい、ね、ちょっと残念だったけど、でその中でこう接戦したんで、芝が絶対ダメということはないはず、ね、そう、き、そう、ね、今聞いたらそう思っちゃいますね、ちょっとこの馬もセレシオンと同じで、はい、ちょっと地層が難しいですね、ってなかなか勝ちきれなかったんです、なるほど、前回ようやく勝ったんですけど、はい、前回もなんかボール前でも内に持たれちゃって、はい、全然目いっぱい応援の中でひっちり勝ったんで、あ、それでもそうなんですよ、だから力は間違いなくあるはずなんで、うん、まあ、これだけねずっとレース使ってきて、うん、最近はやっぱり数を使わない傾向にあるんですけど、そうですね、でもこれだけ使ってきたというのは経験値としては大きな武器になると思うんで、はい、どういう状態でも力発揮できそうな、なるほど、まあ、この馬を軸にして、軸にして、あともう一頭一番で湘南馬場ですね、うん、この馬もまた難しいんですよ、気象が、まあ、それはバッターがそれになっちゃうんですけど、はい、この3走前の草薙賞っていう、はいはい、ちょっともう一走したってもちょっとわーっと走っていたので全然競馬にならなかった、はあ、なるほど、難しいところはあるんですけど、難しいんですね、でも前走みたいにこう気分よくね、はい、自分のリズムで走れればすごく強い、 1.3 秒差見ちゃうんですけど、お、本当に楽勝だったんで、なるほど、で今の東京の馬場っていうのは、はい、1目と、うん、あとまあ前に行く馬っていうのは有利な馬場状態なんで、東京の 2000m の中でも一番いい枠最内引いたんで、なるほど、ダンポンとコースターと行って、はい、あとまあダンフューチャーもある程度前に行って、はい、2頭で粘り込んで3着台に入る、素晴らしい、これでまあ人気台の勢いはもう大変な方、そうですね、どれが、うん、これが来たらそうですね、まあ、これに乗っかる方は、そうですね、あの乗っかってくれる人がいるならねえ、はい、いやでも本命狙ってこあのねちゃんとあの予想してこないから、あのこう穴の狙いもこういう予想がいきなりガツッと来るかもしれない、そう、今までのマイナスを全て取り返すほどの期待、え、私でもちょっとこっち、さっきの最初のね課題方よりちょっとこっちに乗っかりたいなっていう気持ち、あの説得力ありますよね、あります、そうなんです、だって11と1ワイドで買ってもいいですよね、そうそういうこと、そんなレスしなくてもね、1点で楽しめる、ねえ、それでも全然楽しめる、ワイドでも結構つくんじゃないですか、説得力ありえます、はい、本当はこっちなんですか、いや、そうですね、だからこれが、はい、あのね、こっちもちゃんと皆さん覚えておいてくださいね、山口記者ちゃんとあのこっちも予想してるからねっていうことで、2つ予想すればどっちか、はい、あ、そうですね、そっちの戦法もあるかもしれない、そが倍になるよ、はい、はい、そ、はい、ありがとうございます、来週結果が、あと土曜日ね、結果楽しみですね、はい、はい、ということ、はい、で、まあ、土曜日、はい、まあ、他のレースも注目のレースがあるので、うん、はい、いくつか記事をピックアップしてきたので、はい、そちらの方も紹介、はい、ありました、それではですね、まずは馬3面 V サインから、東京8レースレッチャードロの戸田調教師はダート代わりで審理に期待、兄の激輪はダートで活躍したし稽古の動きから適性はあると思うということで、こちら解説お願いします、はい、まあ、これはもうダート代わり、はい、ぜひ狙いたいと思いますね、うんうん、ここに説明あるように、はい、兄弟
激凛っていう馬は、うん、すごい名前、激凛。激凛、激凛はね、ダートで4勝してる。あ、ダート向き。そう、で、心配戦、うん、まあ、で、ダートなんかちょっと心配戦で、芝でね、すごい勝ち方したんですよ。すごいいい勝ち方したんで、まあ、ね、陣営としても、馬としても当然、ちょっと芝こだわって使ってくる流れになったんですけど、はいはいはい。まあ、この馬、こう、ちょ稽古の動きから適性はあると思う。うん、まあ、この馬が稽古しているのは北 C コースといって、はい、ちょっとダートコースで、うんうん、しっかり調教やってるんですけど、はい、まあ、そこで調教してすごくあの走りがいいという判断されているので、はい、まあ、実際に行ってダートでかまる可能性はかなり、はい、ね、この馬はダートの代わりで一発目から狙っていこうと思うんで、はいはいはい、最後は馬救命調教を狙い馬から、新潟12レース、トミケンルーアは小畑達也ジョッキーが騎乗し、半路で4ハロン 53.0、12.0 秒を馬なりでマーク。1周前の時点で4ハロン 51.4 秒の好タイムを叩き出したように、5ヶ月ぶりでも得意の条件に合わせて仕上がりは万全だ。はい、こちらも解説をお願いします。はい、まあ、この調教狙い馬、調教がいい馬を挙げてあるんですけど、はい、あの今週53.0、12.0、うん、まあ、今週動きが良かった。ほうほう、まあ、それはまあいいんですよ。まあ、まあいいんですよね、はい、うん、まあ、大事なのはもう1週前の時点で4波乱 51.4 秒の答えを叩き出した。ほう、あの最近の競馬は、はい、やっぱりあの1週前にびっしり仕上げて、うんうんうん、当週、その当該週、はい、レースの週っていうのは比較的軽めっていうのが多いです。ほう、なるほど。特にこういう新潟競馬なんかこう長距離輸送があるので、はい、バルタに乗って運ばれていってというのがあるので、うん、はい、直前そんなに強く追わないケースが多いんです。まあ、G1 で僕らよくあることなので、はいはいはい、結構1周前追いっていうのは大事な。なるほど。そうです。お、まあ、そこまで、ね、こう全部長距離を網羅するっていうのは大変なんで、はい、こういうふうに1周前の時点ですごくいい動きだったっていうのを書いてある情報は、はい、すごく大事だと思うんですね。それは万全の仕上がりだと思うので、もう久々なんですけど、いきなりを買っていいですよという。なるほど。判断ができるので、はい、まあ、一周前置いていうのはすごく大事なものですね。はい、はい、ありがとうございます。はい、それでは皆さん最後までご視聴いただきありがとうございました。来週もお得な情報をどんどん発信していきますので、ぜひご覧になってください。それではまた来週。